どうも、岡田です。今日もですね、ドライブ雑談やっていこうと思います。天気がめちゃくちゃいいですね。暑い、車の中暑いですよ。で、今日ね、この iPhone をこっち側に置いて、縦画面でね、動画撮ったらどういう風になるのかなと思ってですね、ちょっと実験でございます。YouTube、皆さん普段横で見てます？縦で見てます？僕ね、横より縦派なんですけども、YouTube 見るとき。で、ちょっと細かいとこ見たいなときは横にするんですけど、縦画面でどういう風に映るんだろう？なんかフル画面とかになるのかな？そのあたりちょっとね、楽しみなんですけども、どういう風に映るかということでですね。で、スニーカーね、また買っちゃいました。またって言っても、相当久しぶりじゃないですかね。前だって、あれじゃなかったっけ？ノースウェーブでしたよね。ノースウェーブからだから、ずいぶん空いたような気がする。ノースウェーブ以来買ってないよね、多分。うん。まあそんな感じなんですけども、安かった。3900円ぐらいで、少しこの個性のあるね、ビッグロゴっていうんですか。あれよかったなぁ。で、なんか、チャックテイラー TC7070 っていうのがね、あるらしいんですよね。で、それとはまたちょっと違うチャックテイラーっていうやつでいいんですかね。100周年記念モデルということで、ほんとクッション性、なんかフィット感抜群で、とても気に入ってますね。で、その TC70 っていうのが、知り合いに聞いたら、なんか、アメリカ限定、海外限定で、で、ナイキが作ってるとか作ってないとかだったんですよね。確かね、ナイキが。で、日本のコンバースは伊藤忠商事なんですよね。うん、そのあたりもこういろいろなんか、最近いろいろあります。要、スニーカーでも、なんていうかな。昔ナイキって僕、年間ね、2回とか4回の発売だったじゃないですか、昔。なんか4回ぐらいに分けて、最近毎週出るじゃないですか。本当コンバースのオールスターもそうなんですけど、種類がとにかく多い。多くてね、もう全然ついていけない。全然わかんないんですけど、まあまあ今回はパッと見ロゴね。ビッグロゴに惹かれてですね、購入したんですよ。で、記憶をね、辿ってったら、僕はね、25歳とかぐらいだったと思うんですよ。だから15年ぐらい前にも、このデカロゴのコンバースのオールスターあったんですよ。多分覚えてらっしゃる方覚えてると思うんですけど、で、コットンの生地がもうちょっと粗くて、この紐通す穴もね、でかい。もう、でっかい穴のですね、モデルがあったんですよね。それも、白とね、黒だったかな、僕両方買った覚えあるんですよ。で、ユーズド加工がね、施されてたような気がするんですよね。なんかそんなのもね、今ね、パッとね、こう、動画作ってる最中に思い出して、あ、そうだ、そういったモデル持ってたなと思って、よくね、だから昔コンバース履いてたような記憶があるんですよね。で、その時からかかとが痛い言ってたので、まあなんか、インソールか敷いてですね、履いてたんですけども。で、このコンバースのこのね、100周年記念モデル、奥さんね、赤いね、ハイカットでした。で、僕今回白買ったでしょ。ほんとね、履きやすい。クッションがね、めちゃくちゃいいんですよね。かかとの痛さ知らずということで、すごくね、なんかいいスニーカーゲットできたんじゃないかなと思って。で、古着の迷彩じゃなくて、古着のカーゴパンツとのね、相性めちゃくちゃ好きですね。なんか、で、これね、夏になったらショートパンツとかと合わせてね、履いて、なんか T シャツでね、気軽に履きたいなぁとか思っちゃったりして、そのあたりもですね、おー、シビックのタイプ R かっこいい。そんな感じでですね、なんかいろいろね、ナイキ続けて3足買ったじゃないですか。エアマックス97プラスでしょ。で、デラックスかな。で、あと、普通の97。で、ノースウェーブ、コンバース、なんかだんだんシンプルな感じ。シンプルなスニーカーもいいですよね。まあね、ほんとね、あれ、そう。リーボックのポンプフューリー。で、98年、95年だったかな。ね、限定で出ましたよね。その、世界限定、その数すごいよ。で、当たった方いらっしゃいますかね、視聴者さんで。すごいなとか思って。イエローでね、奇抜なカラーかっこいいですよね。エアマックス95を思い出させるようなカラー。懐かしいなと思って、なんか、急、ね、その数限定だったら買えない方がほとんどだったと思うんですけども、なんかスニーカーってそういった意味で、なんかワクワクしますよね。で、僕浅い知識で、ただ好きなだけなんで、知識全然ないんで、なんか皆さんの方が知ってるんで、なんか知ってる人と同士で、話したらなんか面白いなとか思って、そういった意味も含めてスニーカーつながり、最高なんじゃないかなと思いますね。
次何のスニーカー買おうかなって、もうすでに考えているんですけども。で、土曜日のシュプリーム、また忘れるっていうね。あのスニーカーのね、黒ね、なんか、かっこいいなと思ってて、なんか、買えたらいいなと思ってて、すっかり忘れて、気がついたら、知り合いから連絡来て、買えました。気がついたら、11時14分。もうそんな感じですよ。そんな感じ。だからリマインダーとかかけようかな。忘れるんですよね。なんでかな。いや、ほんとだから、忘れすぎる。で、T シャツね、買おうと思ってたんですよ。大きいプリントの。で、あれもなかったでしょ。うわ、残念と思って。まあまあ、そんなこともありましたよ。まあまあね、毎週毎週、シュプリームに関してはちょっとね、どんなモデルが発売されるかな、で、持っている洋服と合うかなって合わせたらこういう風になるんだなとかね、思いつつ楽しみをね、増やしていってます。で、スタジオセブンコラボ、下関のね、自由もゼロですよ。あるところにはまだね、まあ、アイテム限定して数はね、あるらしいんですけども、いやー、すごくね、人気あったコラボで、迷彩柄、なんかね、迷彩柄で、僕が買ったものがオレンジ。オレンジってもちょっと黄色っぽいようなオレンジのように僕は見えてるんですけども、なんか7箇所あるらしいです。スタジオ7に合わせて。だからその辺もね、見つけるような感じで面白いんじゃないかなと。で、パターンが違うじゃないですか。色が違うところ。まあ、それもね、被らないということで、で、パッと見ほんと普通の迷彩柄のシャツなので、なんかね、最近僕、カーゴミリタリー系ね、カーゴパンツ買って以来、ね、いいなとか思ってね。まあ、カーゴパンツにさすがにミリタリーは合わせないとは思うんですけども、やっぱりね、ミリタリーシャツ、カーゴ系のパンツも含めてですね、そういったアイテム、ちょっと気になりますね。沖縄行った時、なんかそういった軍のなんかあるらしいんですよ。なんか、その辺もですね、ちょっとどっかのタイミングでまた沖縄行けたらそういったものも見たいなとか思いつつ、混んでる。今日混んでる。みたいなと思いつつですね。なんかいろいろ洋服も、スニーカーも、そうそう、あと車。車ね、お店の方届いてましたよ。で、ちょっと用事があったんで見せてもらいました。すごく、すいません。すごくね、かっこよかったです。かっこよかった。白。白の、ポロ。シンプルなね、今回はそんなにね、装備、まあ、このハンドル周りのボタン類もないんで、そんなにね、その装備充実ってわけじゃないんですけども、なんかね、なんかそこのシンプルな感じ、白のね、ポロ、白ポロ僕初めてなんですよね。前はシルバーだったでしょ？その前がブルーのポロだったので、白のポロ初めて。白はね、僕ね、ゴルフ5の時に乗ってたんですよね。まあそんな感じも含めて、白と黒でね、なんかオセロみたいな感じでちょっと並べて写真撮ろうかなと思って。それ多分またね、再来週ぐらい納車なので、またインスタにアップしようと思います。で、納車動画もね、思い出でね、撮りたいと思います。まあそんな感じでですね。話してる時に白のゴルフ7ありましたね。で、こっち側にはネイビーのアップ。フォルクスワーゲンだらけ。で、僕が黒のビートル。まあそんな感じかなと思います。うわ、眩しい。めっちゃここ眩しいんですよね。いや、天気めちゃくちゃいいな。しかもめちゃくちゃ混んでるな。よし、オッケー。あ、やっぱ奥まで行かないと歩けないか。まあ、そういった、なんでもない話ですよ。おしゃべり好きですよ、僕は、ほんと。いや、ほんとね、あと、そうそう。まだね、もう、1回、2回。続きのツアーのですね、Vlog 続きますので、見ていただけたら。あとは、動画の途中にね、猫の被り物してたのが一瞬出てると思うんですよ。その動画は多分ね、明日です。で、あさって、旅館編と、あと、卓球、死闘の卓球編みたいな感じでですね、やっていこうと思います。でね、若干ハプニング入ってますんで、そのあたりもね、ちょっと、ね、見ていただけたらと思います。いや、なかなかね、卓球面白かったですよ。もうハプニング続きですよ。ほんとハプニング。久しぶりにしたらハプニング続きでございます。よし、これでいいかな。もうちょっと下がろっか。こんな感じかな。はい、ということでね、またね、4月になったら、ゴールデンウィークか。ゴールデンウィーク今回長いじゃないですか。
またね、ちょっと休み、あ、メガネ曇ってるな。休みをね、取って、あ、メガネ拭きがない。で、またあそこ行きたいと思います。毎年恒例の、ハサミ陶器祭り、そこの方行きたいと思いますね。で、ちょっと一泊して、長崎の方にね、行こうと思ってるんですが、なかなかね、宿がね、やっぱりなくて、なんかビジネスホテルになっちゃったんですけど、まあまあそのあたりも含めて、まだまだね、いろいろ楽しみ増やして、仕事もね、なんかもういろいろね、いろいろあるんですよ、仕事が。もう大変なんですけど、まあその辺もね、大変と思ったら大変になるんで、なんでも楽しんでやっていこうじゃないかということで、縦画面どうかな？なんか仕上がり楽しみですね。まあこんな感じで、ドライブザスター終わりにしたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。岡田よしでした。ではまた見てください。今日ね、ドライブ雑談、ここにセットしてたんですよ。この iWatty のスマホホルダーめちゃくちゃいいんですよね。これ一応ね、でも、奥さんの新型ポロ、新しい車に取り付けようと思ってます。